茨城県立土浦第三高等学校は茨城県土浦市に位置する県立高等学校。同校は学力的には土浦地区の中堅校としての役割を担っている。普通科、商業科、会計ビジネス科、情報処理科の4つの学科を持ち、1学年240名の中規模校である。通称略称は参考もしくは土産である。 2009年度入学生から商業系学科を改編し、変更前の商業科2クラス、情報処理科1クラスの編成を、商業科1クラス、会計ビジネス科1クラス、情報処理科1クラスに再編成した。商業系学科計120名は2009年度より、くくり募集として一括して募集されている。男女比は、普通科は男女ともほぼ同率で、商業科計学科では、 女子比率が高い。全体としては、年度によって、若干のばらつきはあるものの、基本的に、女子比率が、やや高く、割合はおおよそ男子40から45%、女子55から60%である。1980年代頃には、男子の方が比率が高く、全生徒947人中、男子536人、女子411人であった。 1946年2月7日に土浦市大岩田の旧海軍第一航空省第二航院寄宿舎を利用して旧制の土浦市立中学校として開校した。同年4月20日に第1回入学式を挙行し、1947年9月9日に中高津の電気学校を買収して新校舎とした。1948年4月1日、 学生改革に伴い、土浦市立高等学校に改称し、併設中学校を付置した。この時、商業課を設置し、翌1949年に普通課を開設した。1951年4月1日、茨城大学教育学部の校舎として利用されていた、旧海軍航空隊適正部の建物に移転し、再び大和田の地に戻った。 翌1952年4月1日に県立に移管し、茨城県立土浦第三高等学校と改称した。同校は土浦市と阿美町の境に位置し、国道125号沿いという立地条件もあって、阿美町、美保村、旧江戸崎町、旧桜川村、最も遠いところでは、旧伊那敷郡東村の中学校出身者もいるなど、東方面には、 非常に通学範囲は広い。一方、東方面以外では、北は、石岡市、西方面は、つくば市北西部、南方面は、牛久市やつくば市南部などとなっており、東方面に比べると通学範囲は狭い。関東鉄道バス JR バス関東、土浦三高下、または、霞ヶ浦高校前下車運動部では、ソフトテニス部、弓道部などが強い。 野球部は古くは強豪校として知られていた。1985年と1999年夏の選手権茨城県大会では準優勝、2001年秋の大会では県大会で準優勝、続く関東大会で8強入りするなど甲子園まであと一歩と迫った。また陸上部は2005年度のインターハイに出場した実績がある。 特に陸上部では2005年の総体において、石塚雄介が100メートル走と200メートル走の2種目において優勝し、全国制覇を果たしている。ソフトテニス部では2008年、2009年に東海大学、早稲田大学の伊坂、牧野ペアが2年連続で県大会優勝し個人戦インターハイに出場、団体戦では2009年に46年ぶりの出場を果たした。 卒業後の進路は、普通科と実業系の専門学科を定員の半分ずつ抱えているということもあって、多岐にわたる。年度にもよるが、普通科は大学50から60%、短大、専門学校30から40%、就職約3から5%、その他5から10%となっている。一方、商業系学科は大学25から35%、 短大、専門学校35から45%、就職20から30%、その他語から10%である。全体としては、おおよそ大学40から50%、短大、専門学校30から40%、就職10から15%、その他語から10%となっており、同校では学力強化のため、課外授業などを設けている。そのかいあってか、 近年では、茨城大学などの国公立大学や、中堅私立大学への合格者数が少しずつ増えてきている。また、筑波大学のような国公立大学に合格者を出し、私立大学では、早稲田大学や明治大学、立命館大学のような私立大学に合格者を出すなど、いわゆる難関校への進学実績もある。正門へ続く上り1本堂奥に正門が見える。 ありがとうございます。